んにちは。前回は南の島っていうところに行って、残りの黒い仮面、黒い仮面パンパンだな。黒い仮面がどこかにあるはずです。あったたたた。南の島の人々の宝物を取っていきました。ひどい。で、ここの南の島のこの洞窟で行ってないここの階段ですね。違う階段降りてったら取れちゃったんで、こっちちょっと今日は進んでみようかなと思います。 B3 宝もそうだ、まだ取り漏れが、でもパンパンなんだよな今。なんか捨てなきゃダメだな。本系とかいらないよな。スリプレの本とかいらないよな。ほい、雲の糸。いらん。で、B4。結構一本道いいか？どこに繋がってんだこれは。あ、着いた。着きました。見て、この謎のこの仮面かぶった。なんだお前らはっていう。うへえ、なんでお前ら仮面をつけてねえんだ、変な顔。変言われたし。アンリマ、たまげた、あんたらどっから来た。アンリマ、たまげた、同じこと言ってんな。なんかここあるんだろうか。変な顔みんなに寄せるわ。すいませんね、変な顔で。こんなに変言われる。すごいな、人が。この洞窟の一番深いところに、オラたちの宝、黒い仮面があるだよ。持ってっちゃなんねえぞ。まあ、見つからないだろうがね。けけけ。もう持ってるんだが。お前らの家とかはないのか？すーごい同じセリフばっかり言ってくる。特別な人じゃない、あれ。特別な人ってなんだ。え、あ、道具屋さんですね。魔人の斧、魔人の槍、ルビーの胸当て、大地のドラム売ってる。大地のドラム欲しい。マジか、何か知らないものを売りまくり、はい、売ったんですけど、大地のドラム欲しいけど、アイテムがめちゃくちゃ圧迫してくる。何個ぐらいか。5個。使うかなー、使わない気も。するんだけど、ハイポとかなんかうまいこと減った時に使って。うわ、これしか開けないのやばいよな。こんなにいらないか。本。いらん気もするよなー。エーテルも多すぎるよなー。どうしますかね。どうしますかね。外あたりにちょっと持たせておきたいけど、ブリンクの本、大地のドラム、ちょっと持たせておきましょうか。いや、しかしパンパンだ、マジでパンパンすぎる。そんなもんなのか？あとは、そんなもんか。はい、南の島、あれだけだったので、ミシリアの町に戻ってきました。というわけで、地下に行きましょう。ダンジョンが続くよね。ここはでも、あったたたたた。これだけか。
女神像だ。尋ねる。尋ねなんか、いや無理よね。尋ねては意味ないよな。覚えることもないし、アイテムですね。仮面をつければ。白い仮面の方かな？ほい。わあ。動いている。女神像に白い仮面をかぶせた。これでいいのかな？いいはず。いいはずなんだけど。ハマったってことはいいんだよね、多分ね。アイテムの1個減ったー。よし。で、次に、黒い仮面取ってきたー。二つの仮面を揃え、大陸にある洞窟に行きなされ。で、そこでクリスタルロッドを取ってくるというわけで、次洞窟だ。ミシリアの洞窟ってどこですかね。出てくる。ミシリアの街はわかる。洞窟って出てないけど、この下のとこかな、囲まれてる気がすんだが。山に回ってけばいけんのかな。この中っぽいよね。入れんのか。雑魚戦が非常にだるいです。入れ、なんか逃げられない敵なんだか。なんかね、逃げらんないんですよね。なんか非常にめんどくさいと。あ、あそこに洞窟ある。やっぱこの中だ。どっから全然入り口が見えないんですけど。なんとベヒーモスが出てきたんですが、消しされるか。今レベル4まで上がったんですよね、ミニマム。あと古代の剣でなんとか呪い、あ、いけた。何も手に入んないけど、ずる。でもまあこういう難易度も嫌いじゃないよ。あ、入れるか。あ、こっから入れそう。オッケー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 。どの辺や。あった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 。こんなとこに。よっしゃ、入るぞ。ここも長いんかな。何階建て何階建てって。やっぱ B1 とかだもんな。あー、宝が見える。よし。うわ、またこれなんだろう、小部屋かな。小部屋かな、これ。進めるんかな、どっちかな。入ってみるかな。宝がある。金の髪飾りだ。金の髪飾りいる人。もうつけてる。リボン。ガイ。稲妻に強い。つけとくか。似合わねえな。似合わないな、ガイは。入ってみる、これ。嫌な予感しかしない。だってあっちにも扉あるもんね。あー。あー。モルボルとか出てきた。チェンジャーはね、チェンジ使ってくるからね。まあ、今んとこなったことないけど、ミスで。なったら嫌なんだよねーっていう。ミニマム効くだろうか、モルボルに。いけ。ふぅー。よし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 。なんて便利なの？敵多かったら、あと第一のドラムで蹴散らしていこうかな、みたいな感じです。よし。うわー、これあれだ、扉も、
扉っていうか入っていく感じだ。下はちょっとね、バトル長すぎでは。なんだっけ、何してたっけ。宝、あれ宝取ったっけ。右から来たんだ。右から来ま、あ、違う、宝を取ろう。宝を取って、黒装束だ。黒装束来た。これは装備していいのでは。誰にするか。だいぶさ、あれだね、装備するようになってきたな。ガイかな。フリオニールのイメージじゃないんだよな、ガイなイメージが。いけるね。素早さの上がる服でございます。すっげー防御上がる。あれ装束系はいいよね、装備してよかった気が。素早さ上がるならいいよな。フリオニールお前もうちょっと鍛えなきゃいけない。 HP。 なんだっけ。よし行くぜ。ちょっとわかんないけども。いや入るかここ。失礼。ほっ、あほほほほ、あよかった。何この小部屋、小部屋ルーレットみたいな。あそこ入ったっけ。あ、あ、そっくりな人が。あそこだ、あそこに行くんだべ。行こう行こう行こう。あ、いけるいける。どうもこんにちは。ね、プリン戦が長すぎるし、ドラム効かないわ。大地のドラム。何にも効かないんだけど、あいつら。そうなんだっけか。まだ装備してる？まだあるか。全然効かないんだけど。めっちゃ時間かかるんですけど。というわけで、こんにちは。ドッペルゲンガーは動かない。フリオニールの良い心が、悪い心の動きを抑えているのだ。フリオニールの良い心が、悪い心の動きを抑えているのだ。これも仮面か？これがドッペルゲンガーか、覚えられるかと思ってない。仮面か、これは。ここで、黒？ここで黒？でいいのかな。あっちに白、黒い仮面。ドッペルゲンガーに黒い仮面をかぶせた。そうだよ。お、黒い仮面とともに姿が消えてなくなった。不思議や。しかもさ、なんか思ったけど、仮面かぶせたけど持ってるよね。てっきりさ、アイテム欄開いたんかなって思ったけど、そんなことなかったな。全然開いてなかった。ってことはこの先だ。よし。ルビーに、何この部屋。部屋。部屋めっちゃ見えるんだが、どっから行くこれ。どうすっかな。この見えるとこから。あ、高田がある。宝だから危ない。素通りしてしまうとこだった。宝がある。力の杖だ。杖はでも使わないかな。はいはい。宝宝。あー、囲まれておる。通れた。なこと、炎の槍どこだっけ。よし、あとどこだ。ここ入ってみるか。はい。うーん。なんだ、ゴースト、ゴーキマイだ。おっと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 、ちょっと怖いかもしれん。ちょっと怖いかもしれん。何を消そうかな。この辺消す。大地のドラムがマジで使えなかった。あんなに買ったのに。あ、よかった。効かない敵いるし、結構臭い息だ。危ねえ。炎
ど、7。あんま聞かないね。よかった。何の話したっけ。あと普通に戦っていけるか。おー、久々にダメージ食らえてちょっと嬉しい食らって逆に嬉しいという。おい、何これ、フライングレイだって。飛んでるから大地効かないよな。使うか。しかも500で倒れないんか。あ、効かない。本当に効かないんだか、ただのミスなんだか、どっちなんだよ。ちょっと可愛いんだよなこの辺の敵なんかいきなり強くなった気がする。間違えた。くね、よし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 、まあ、まだレベル4なんで効かない時もあるでしょう。エーテルがめちゃくちゃあるし、敵も落とすんでガンガン、まあ、育てつつ、もう結構育ってるけど育てつつ使っていきたいな。効かないな通常攻撃マジでね、当たんなくなったわ。それはいいんだが、ただ HP が低いのが非常に気になる。なんだっけマジでプリン後の、プリン戦後の何したらいいかが、右に伝ってこ、珍しく。ほい、行くぜ、頑張って進もう悲しい。いやー、もう散々だわ。もうここ最近ほんとダンジョンがさ、1時間なんだっけ、そう、1時間がね余裕で超えてくるのがね、って感じ。下坂から行っか。よし、入るぜ。お、お、当たりだ行こう。何階？もう B3 だけど、 B3 ですけど、水出すけど小部屋ですけど、宝ですけど、囲まれている。どっかまた通れるんだ。あ、ここだった氷の弓、2個目か。よし。で、部屋。部屋。部屋だ。行き止まりや。部屋の後に部屋がある。行くぜ。あ、高田、あれ取りたいなぁ。持っていける？お、取れそうだぜ。あ、大ガキラだ。おー、とっ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 と、何が出てくるんだ。ボムか。ボムは別に、ただなんか結構なんか HP というか高めではないか。一発でいけますねあ、300じゃ倒れないんだ。300では倒れない。害が強い。よし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 、なんだっけ、大垣ラーでも買っちゃったんだよねそうなんだよね。ではでは、また扉の儀を。うんいや、出れた部屋入ってさ、2回エンカウントとか、なんだっけ、あ、そう、2回エンカウントとかもへこむよね、ほんとに。いけ、おっしゃー
まだあんのかな。あ、 B4 来たよ。おい、宝が見える。でもいや、ちょっと待って、でも宝見えるけどさ、下にめっちゃ部屋見えんだが。おい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 、よし、じゃあそこ3つ開けるか。やだけど、どっから入んだろうな。あ、宝だ。あ、しかも階段。もう宝のために頑張るしかない。ポーション嬉しくね。入っていこう。外れ。いやー、もうやだ。もう一部屋目でやーやー。はい、二部屋目いきます。宝だ。フェニックスの宝部屋なんてあったんか。ですよね。寝てるいっぱいあるから使ってしまうか。ほんの少しだな。沈黙の鐘。沈黙の鐘はいらなくないか。サイレスと同じ。あ、ポーションとかも使っちゃおうかな。これでちょっと空きが。回復アイテムは使っちゃう。どんどん金の針か。微妙。さて、あの魔法いっぱいやってくる、あの変なさ、頭が燃えてる頭が燃えてる、なんだろうな、頭部が燃えてる敵いいなぁ。HP を減らしてくれる貴重な。あと槍とかか。エーテル、はいはいはい。フェニックスのもあんなにいらない気がする。はぁ、あ、出れた。じゃあどこだ。出口じゃなくて、この、あ、あったあったあった。よし、行くぜ。よしよしよし、まだあんのかなこれ。あはははは、5回来ましたが、あと何しに来たんだっけって感じだよね。もうほい、ドレインの本か。あー、モンスターも現れてしもた。いらねえし。ゴーストだ。やっぱゴーストってやっぱ強い系なのかもしれん。まだあんまり味わってないが。倒してほしいね。呪いだしね。多分強い系だと思います。多分ね。おっす、宝が見えてる。頑張れ。どっから入んの。宝宝。あそこも宝だ。右側から入んのか。欲しい、宝が欲しい。あれ、入れなくないこれ。また隠しか。そういうダンジョンだな、ここ。めんどくさ。あ、入れた。なんだこれ、わかりにくい。はい、アイテム整理したところで、あ、ミニマムの本だ。これは嬉しいかもしれん。でもいっぱいなんだよな。開けよう。こんなに宝がある。ポーションだ。いらねいらね、すぐ使いたい、すぐ使いたい。っていうぐらいアイテムに溢れている今。ポーション、こんなすぐ使うことある。はい、ポーション。まあいいよ、まあいいよ、いいいいよいいよ、ないよりはいいよ。ポーションかよ。ポーションばっかりだな。使っちゃうぜ。ここも通れたりとかしないんかな。あ、ここも通れないんだ。あそこが出口か。向こうなんか扉見える。どこだっけ。どっか。ね、上。星か。
これさ、地下10階とかだったらさ、あと1時間かかると思ってやばいわ。あ、いけそういけそう。ここしかあとないもんね、扉。よし、行きましょうかね。まったり行こう、まったり。お、あれ？行き止まり？ドレインの本。アースピールの本か。あ、クリスタルロッド、ここが奥だった。手に入れました。これで終わりじゃないから、クリスタルロッド手に入れて今度は塔に行くんだからね。やば、ミシリアの塔の封印を解くロッド。でもまあミユが言ってるはずだから早く行ってあげたいんだけど、アースピル、何も覚えてないか。アースピルとドレインか。ドレイン覚えてない。誰かに覚えさせてもいいか。いやー、ひとまず地下5階までだったようです。はい、長かったな、おい。長かったー。ではでは、ここで今日終わりにして、次回ミシリアの塔に登ってみるとしましょう。また塔って言ってるからさ、何回あんのって感じなんですけど。はい、アイテム整理して向かおうと思います。はい、ではここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。